目直江選手入場です。途中でなんか判定も頭によぎりましたけど、やっぱりそのムエタイをやってるだけあってすごいタフさはありましたし、あの表情も呼吸が荒くなってるのは分かってましたけど、本当にこれ効いてるのかっていうぐらいちょっとこっちがメンタルやられそうになるぐらいの、タフさを感じました。いやいや、そんなボクシングが合うくないですよ。はい、しっかり相手を見切るためにしっかり見てましたけど、なんていうんですかね、このタイのボクサー独特の雰囲気、間合い、リズムっていうものがちょっと読み取りづらいなっていうのが若干1ラウンド目感じた感想です。そうですね、4団体統一っていうものをすごく重視してバットの上ではこだわってやってきましたけど、こじれにこじれて結構もう、スムーズにいかなければ、そこはそこでまた考えて、スーパーバントム級っていうものも考えますけど、そこは陣営と相談していきたいなと思ってます。はい、今日は本当に、ファンの方、関係者の皆様、この試合が、成立する、ためにいろいろな方が、動いてくださり、成立した試合だと思ってます。また来年、日本かアメリカか、どちらかになるかまだ、分かりませんが、また皆さんの前でいい試合ができるように頑張りますので、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。